今回はフェアリーテイルのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。お返しと言ったでしょ。つまりはそういうこと。相手にするのは私たちに盾つくものすべて。白き魂は自由なる空へ。ということで今回解説するのはフェアリーテイルの登場人物、ラーケード・ドラグニルだぜ。スプリガン12の一人ね。ということで解説していくぜ。ラーケード・ドラグニル、フェアリーテイルの登場人物でアルバレス帝国のスプリガン12の一人だぜ。基本的には物腰柔らかな性格で、スプリガン12の中でもあまり荒っぽさが見られないぜ。だが、敵に対しては容赦しない一面もあり、やはり残忍な一面もあるな。スプリガン12の召集に来なかったため、彼の詳細が明かされたのは割と遅めだったぜ。なんか僧侶みたいな見た目ね。ドラグニルの姓を持っており、ゼレフのことを父と呼んでるぜ。ゼレフに対する忠誠心は非常に高く、彼の命令に忠実だぜ。ゼレフの弟である夏に対してはゼレフの寵愛を受けてることもあって嫉妬してるらしく、夏の抹殺を第一に行動してるぜ。基本的に仲間に積極的に危害を加えることはしておらず、むしろ仲間を助ける描写もあるため、スプリガン12の中だと相対的に仲間思いな部類だぜ。まあ、不可抗力で自身の魔法で仲間を巻き込むことはあるけどね。どういうわけかオーガストに嫌われてるようでラーケードはそのことを少し気にしてるようだな。ゼレフ曰く、アクノロギアを倒す可能性さえ持っている秘密兵器らしいな。メイビスからは異質と評され、オーガストやアイリーンと共にスプリガン12の中でも特別だと自称しているぜ。ゼレフや夏と同じドラグニルの姓を持つことから、ゼレフの息子だと思われていたぜ。でも実際は違うのよね。ラーケードの正体はゼレフ書の悪魔、つまりはエーテリアスだぜ。END、つまりは夏を作る過程でラーケードは作られ、実験体の中でも一番出来が良かったラーケードに気まぐれでドラグニルの姓を与えたに過ぎないぜ。ゼレフの本当の息子はオーガストであり、ラーケードは完全にミスリードだったぜ。オーガストがラーケードに冷たいのはオーガストが本当の息子にもかかわらず、ラーケードがドラグニル姓を名乗ってるからだと思われるぜ。オーガストはゼレフとメイビスの実の息子なのにラーケードが取って代わられてる感じになってるから、そりゃオーガストはラーケードが気に入らないでしょうね。ちなみにラーケードの正体はゼレフしか知らなかったらしく、ラーケード本人も知らなかったらしいぜ。当然ながらスプリガン12もラーケードの正体は知らなかったようだな。まあ、スプリガン12はアラキタシアの土地が広すぎるせいで滅多に集まれない上に仲間意識も希薄のため、ラーケードの正体を知らないのも不思議はないな。なんか悲しいわね。ここからは彼の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。彼はスプリガン12の中でも最強クラスの戦闘力を有してるぜ。彼は三大欲求に干渉する魔法を使用し、いずれも恐ろしい能力だぜ。魔法にばかり目が行きがちだが、身体能力も極めて高く、刀による一線を指2本で受け止めたり、肉体を手刀で切り裂くなどしてるぜ。さらには十字架をブーメランのように投げて攻撃することもでき、三大欲求に干渉する魔法以外も厄介だぜ。身体能力も高いのね。また、光の刃を飛ばして攻撃することも可能だな。ちなみに彼が使う魔法の大半は聖属性魔法であり、聖属性のスレイヤー系魔導士相手だと能力がいくつか無効化されてしまうぜ。劇中では白竜のドラゴンスレイヤーであるスティングに光の刃や後で放す快楽魔法を無効化されていたぜ。スプリガン12の中でもラーケード、オーガスト、アイリーンは特に強いことが明言されており、作中最強クラスの実力を有してるのは間違いないな。ラーケードがエーテリアスなら使用してる能力は魔法じゃなくて呪法なんじゃないの？どうなんだろうな。ラーケードはエーテリアスなので普通に考えてラーケードが使ってるのは魔法ではなく呪法なんだが、劇中ではあくまでもラーケードの能力は魔法のように描写されてるんだよな。夏を作る過程でラーケードが作られたようなのでラーケードも夏同様、人間ベースで作られたエーテリアスの可能性もあり、そうなると彼の能力は一応魔法なのかもしれないぜ。まあ、夏も抗議的に言えばゼレフ書の悪魔だけど夏が使用してるのは魔法だし、ラーケードが使ってるのも魔法の可能性は高いわね。スプリガン12の中でもラーケードの実力はおそらく3番目だと思われるぜ。ただ、ラーケード、オーガスト、アイリーンは三組のような力関係になってる可能性が高いぜ。おそらく、ラーケードがオーガストに弱く、アイリーンはラーケードに弱いと思われるぜ。アイリーンはオーガストに強く、ラーケードに弱く、オーガストはラーケードに強く、アイリーンに弱いと思われるぜ。そう思う根拠はあるの？ラーケードの魔法の影響をアイリーンは受けてて弱体化してたのに対して、オーガストはラーケードの魔法が全く効いてなかったぜ。このことから、ラーケードは相性的にアイリーンには強いが、オーガストに弱いことがわかるぜ。アイリーンの場合は体を竜に変身させることができ、こうなると滅竜属性を付与した魔法や武器を使わないとまともにダメージを与えられず、
オーガストではアイリーンにダメージを与えることが難しいと思われるぜ。オーガストは魔法を瞬時コピーして無効化できるけど、滅竜系の魔法は描写を見る限り、使えないっぽいからアイリーンの攻撃を通す手段がないっぽいのよね。逆にオーガストはラーケードの魔法を貫通できる可能性が高く、オーガスト、ラーケード、アイリーンの3人はそこまで大きな力の差がなく、3組の相性関係になってる可能性が考えられるぜ。まあ、総合的な強さの序列となるとやはりオーガストがスプリガン12最強で、2番手がアイリーン、3番手がラーケードなんだろうがな。ラーケード、オーガスト、アイリーンの3人の強さが別次元すぎよね。快楽魔法。ラーケードが最も多用する魔法で人間の性欲に干渉するぜ。快楽魔法は正式名称ではなく、厳密には名称不明の魔法だぜ。強烈な語行を放って相手に凄まじい快楽をもたらし魂を昇天させるぜ。要するに性欲を刺激して生き殺すという、絵面だけ見ると間抜けすぎるが極めて恐ろしい魔法だぜ。性欲の快楽を知る者と知らない者とで差異があり、快楽を知る者には効果が絶大だぜ。要するにテクノブレイクを起こす魔法ってわけね。卑猥すぎません。ラーケードの魔法の中でもこの魔法は特に広範囲に発動可能で快楽の味を知る者は距離が離れていても効いてしまうぜ。ただ、味方にも影響が出てしまう魔法なので味方を殺してしまうリスクもあるぜ。実際、アイリーン、ゼレフも思いっきり効いてたぜ。まあ、ある程度効果範囲を狭めることはできるようだがな。この魔法を受ければ苦しみがなく、むしろ気持ちいいため、この魔法を受ければ生き顔を晒す羽目になるぜ。少年誌でこんな魔法出してもいいんですか？この魔法によって男女問わず多くの汗顔、息顔を晒す羽目になり、一部で話題となったぜ。あまりにも卑猥な魔法なので少年誌で許されるのか？と言われたほどだぜ。快楽の味を知らない者には効果が及ばないが、それでも白い触手を使って直接快楽を与えれば生き殺すことが可能だぜ。一応、強い魔導士相手だと即死はしないらしいが、それでもかなり弱体化してしまうため、この魔法にかかると大抵何もできずに殺されてしまうぜ。やばすぎだろ。この魔法は生属性に該当するため、生属性のスレイヤー系魔導士には通用しないぜ。実際、スティングはこの快楽魔法を食って無効化してたぜ。無効化できると言っても気持ちいい感覚はあるらしいがな。他にも快楽を超える苦痛を与えると快楽を飛ばすことができるぜ。また、快楽の味を知る者の基準だが、どこからが効果範囲なのかはよく議論の対象になってるぜ。少なくともセックスの経験がある者は百発百中で快楽魔法の餌食になるぜ。実際、子持ちの魔導士は百発百中で魔法にかかってたもんね。ただ、G 行為に関しては意見が分かれてるぜ。G 行為も性的快楽が得られるから餌食になる可能性もあるものの、G 行為してそうなキャラが効いてない描写があるため、かなり曖昧なんだよな。描写からして G 行為だけでは効かない可能性があるぜ。この魔法を食らうか食らわないかで非童貞、非処女が判別できてしまうため、一部の読者からは童貞処女発見魔法とか言われてしまってるぜ。ひどい言われようね。悪事キノコン。食欲に干渉する魔法で特殊な札を持ち、周囲のものが食べ物に見えるほどの空腹感を与えるぜ。スティングはこの魔法をまともに受けて空腹感に襲われており、スティングはこの魔法を食うことができなかったぜ。空腹感に襲われるため、一気に弱体化してしまうぜ。ただ、魔法の性質上、食欲が満たされていれば効かない可能性が高いぜ。実際、スティングがローグの影を食って白英雄になってからは空腹感に襲われなくなってたぜ。この魔法を受けると一気に弱体化するからこれまた厄介な魔法ね。永遠なる死の眠りを。レストインピース。レストインピース。睡眠欲に干渉する魔法でおそらくラーケードの切り札にして最強の魔法だぜ。特殊な札を使い、傷口をえぐっても抗えない眠気を与えるぜ。これは永眠の魔法で、かけられた相手が目を閉じると永遠なる死の眠りにより最後を迎えるぜ。この魔法を防ぐには効果範囲外から逃げるぐらいしかないぜ。スティングは影の中に隠れて意識を研ぎ澄ませることで一時的に眠りを飛ばしてたぜ。実質一撃必殺の超ドチート魔法ね。完全に眠らないまでも相手を眠気に襲わせることができるのでかなり厄介な魔法と言えるな。衝撃を与えて一時的に眠気を飛ばすこともできるが、やはり使用者のラーケードをどうにかしなければ眠気は消えないぜ。ラーケードの魔法は三大欲求に干渉する魔法なので殺傷能力が高いのはもちろん、それ以上に相手を弱体化させるデバフ効果が非常に高い魔法だぜ。アクノロギアですらラーケードの魔法が効くらしいぜ。ラーケードの能力の解説はこんな感じかしらね。ここからは彼の結末を話していくぜ。よろしく頼むわ。帝国の侵攻の際には自身とアイリーン、ブラッドマンの3人でセイバープース、ブルーペガサスの連合を全滅に追い込んだぜ。
アイリーンの命を受けてフェアリーテイルメンバーを加えて再起した連合軍の迎撃に当たろうとしたところで、彼女の魔法により別の場所に飛ばされてしまうぜ。その際にウェンディーたちに敗れ捕虜となっていた同僚のディマリアを救出し、フェアリーテイルギルドにて他メンバーと合流したぜ。スプリガン12の集合へかっこいいわね。フェアリーテイルギルドの攻防戦では当初は動かなかったが、スプリガン12のメンバーが次々に倒れていくのを見かねてついに出撃したぜ。快楽の魔法を放ってフェアリーテイル陣営の大半を瞬く間に戦闘不能に追いやったぜ。その後も雪の、カグラを倒すが、スティングと戦うことになるぜ。スティングには快楽魔法が効かず、空腹にさせるが、ローグが影をスティングに食わせたことで空腹も一時的に消されてしまうぜ。その後は奥の手の睡眠欲の魔法を使ったのよね。睡眠欲の魔法を使って眠らせて殺そうとするが、カグラのアシストでスティングが影に隠れることに成功し、眠気を一時的に飛ばされるぜ。そしてスティングの攻撃にラーケードは敗北したぜ。それでもゼレフの役に立とうとゼレフと戦う夏を妨害するぜ。だが、その行為がゼレフの逆鱗に触れ、ゼレフに存在を全否定された挙句、始末されてしまったぜ。これはさすがにラーケードがかわいそうすぎね。どうさ？ゼレフ書の悪魔には創造主ゼレフの元に帰る、つまりゼレフを殺すという脅迫観念が例外なく根付いているぜ。これにより、ラーケードはゼレフの元にやってきたと思われるぜ。彼が死んだことは夏とゼレフしか知らず、戦後は行方不明扱いになっているぜ。100年クエストではベータヘブンと呼ばれる仮想の天国的な場所が登場し、ラーケードはオーガスト、メイビス、ゼレフと共に楽しそうに過ごしてる姿が描かれたぜ。ベータヘブンで家族4人で楽しそうに過ごしてたのが唯一の救いかしらね。総括すると彼はドラグニルの名を与えられてたが、実際はゼレフが作ったエーテリアスだったぜ。ゼレフのために動いたのにそのゼレフに始末されるという悲惨な最後を迎えたぜ。そうね。ということでラーケードドラグニルの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。